バイオロイドの完全体、それがスナッチャーだ。この世界を支配する。人は傲慢になりすぎたんだよ。バイオロイドを密輸した黒幕はアリスなのです。あなたは私たちバイオロイドにとっての神の10億に満たない人口を守るには人とスナッチャーの共存が必要。ゼロコンタクト計画。ゼロコンタクト。神に愛されるのは主人にある。さようならの意味を込めて。とても嬉しい。アリスはどこだ。ところであなたアリスの夫だ。スダ51図スダッチャーアクト7。アリスはどこだ。アリスとは誰ですか。さっきから何を言っているのか。ラグハントには古い友人がいてね。知っているか。ハリー・ベンソン。ハリー、エンジニアのハリーですか。知っていますよ。ハリーはお前の葬式に出席した。これはどういう意味だ。いい葬儀でした。私もついもらい泣きしてしまいました。自分の葬儀で泣くなんてバカバカしくて涙も出てこない。政府諜報機関のラグハントは選抜された諜報員の ID を全て消し、ある計画に着手した。ゼロコンタクト計画だ。詳しいですね。私より詳しく知っているかもしれませんね。でも良くない。それは良くないことです。出過ぎた真似はマジで嫌われます。バイオロイドをネオ神戸で繁殖させる計画、それを今日の夜に決行する。そこまで知ってますか。残念だな。楽しみが減ってしまいます。ギブスンさんはそっちのタイプですか。映画の結末を知りたがるタイプではないですか。知りたいね。できるだけ早く知りたい。私はダメですね。決して許せません。すごくすごく楽しみにしている結末は、誰だろうと邪魔されたら殺します。それが家族であろうとも殺します。アリスでもか。いえ、アリスは神です。神だと。アリスは神ではない。私の妻だ。彼女はあなただけのものではなくなった。それを理解すべきだ。これは男としてのけじめだ。アリスとはどういう関係だ。神と下辺の関係です。そうじゃない。男と女としてだ、うん、妻の唾液は酸性が強い。キスをすると必ず口が荒れた。お前の唇はガサガサだ。悪趣味だな、アリス。俺はこいつを許せるほどできた男じゃない。ひどい男だ、ジャン・ジャック・ギブソン。この完成されたルックスが台無しです。これじゃ化け物ですよ。よく聞け、化け物。ウドムルト共和国で起きた連続殺人事件の報告書を入手した。行動範囲は狭い。活動時間は夜に限られている。まるでドラキュラだ。ドラキュラの一番の弱点は、やめろ、ニンニクじゃない、やめろ、十字架じゃない、やめろ、聖水でもない、やめろ。太陽だ。ジョン発射。ファイヤー。
てこった。ザック、バイオロイドが、バイオロイドが紫外線に焼かれています。暴れて、苦しそうに、おだいています。僕は、ザック、僕は、なんてことを。ジョン、すまん。そんな役回りをさせてしまって。いい光景だ。仲間たちの死のダンスです。滑稽で、それでいて官能的だ。貴様、なんてやつだ。バイオロイドなんて何体焼けようが生産すればいい。本当の恐怖はこれからです。死ね。ここで朽ち果て、二度とこの世界に舞い戻るな。命中。いい腕だ、ジャンジャック・ギブソン。引き金を引くのは君の役目なんですよ。スイッチオン。爆発したんだ。解析中。なんてことだ。ダメ、落ちる。たくさんの魂の叫びが。ザック、ザック、恐ろしいことが。何が起きてる。ロビンの生命停止が起爆装置となって、飛行機が、やつは全て計算していたんです。これがゼロコンタクト計画。俺は何をしてしまったんだ。ジョン、ジャック、バイオロイドを殲滅しました。あなたは任務を全うしました。最高の刑事ですよ。多くの人の命を犠牲にしてまで貫く正義も任務もない。間違えた、完全に操られた。君なんだな。あなたには感謝しています。この計画を成功に導いてくれて。アリス、君は何をする気だ。スナッチャーが生きる世界を作る、それが私の唯一の目的。それが本当なら、アリス、私は君を殺しに行く。待っているわ。私の中にいるもう一人のアリスが叫んでいる。なんて言ってる。殺しに来てと。
聞いていいか。アリスは、いや、君はカトリーヌのことを覚えているのか。ジャックとカトリーヌを愛している。今でもスナッチャーになっても人を愛しく思う心には変わりはない。人間と変わりなく愛し合うことができる。ただ違うのは人間でないことなんです。アリス、待っていてくれ。そして許してほしい。せめてこの手で君を殺したい。私が殺すことで君は人間に戻るんだ。アリス、今でも君を愛している。愛している。さようなら、ジャック。ジョン、今からアリスを殺しに行く。付き合ってくれるか、相棒。もちろんです、相棒。自分の死に場所を知っている。いつ死ぬのか、誰に殺されるのか、全て分かっている。だがそれでも俺は希望を持ち生きることを選択した。俺の記憶とジョンの記憶は継ぐ者への貴重な道となるだろう。道が伸びるその先の光景を俺は見たい。それだけを願う。ジャン・ジャック・ギブスン、大塚明夫、アリス・ギブスン、井上菊子、リトル・ジョン、小島秀夫、クリスティアン・ゲンズブー、大塚芳忠、スティーボ、柳原哲也、ドミニク・ブラックヘッド、杉田智和、ロビン・グッドマン、小安武人。あれ、誰もいない。おかしいな。ねえ、フレディ、どこ？お店ではリキッドはやらない約束だったでしょ。ただでさえ店長に嫌味言われて、黙ってお尻触らせてるこっちの身にもなってよね。ちょっとフレディ、もうフレディったら。何これ、血？ねえフレディ、中にいるの？ちょっとどうしたの？やだ、フレディ、どこ？フレディ、フレディ、うん、脚本須田剛一、音楽山岡明、イラストキャラクターデザイン吉岡聡、演出村田修陽、企画プロデュース小島秀夫。
さ帰ろうか、リサ。ええ。寄り道しましょう。人を狩りに出かけましょう。リサ・ニールセン、菊池由美、フレディ・ニールセン、須田剛一。このドラマはフィクションです。登場する団体、人物、スナッチャーは実在のものと一切関係ありません。